はい、やってまいりました。シュートのゲーム実況。今日もテンション高くいくよということで、ゲーム実況、やってまいりました。シュートのゲーム実況、ゲーム何をやるんでしょうか。今画面に出ています。ウィニングイレブン2018をゲーム実況していきたいと思います。このゲーム、サッカーゲームです。ウィニングイレブンって言ってね。サッカーね、全く知らない方もいらっしゃると思うので、説明しますと、まああれですよね、単純に、サッカーをゲームでやるんですけど、観戦側じゃなくてプレーをする方ですね、選手を動かしたりとかして、やっていきます。で、課金制モードのマイクラブっていうのを僕はやってるんですけど、まあ、他にもね、他の何ですか、例えば今ある既存のチーム、日本で言うと例えば、東京ヴェルディとかですか、東京ヴェルディとか、ジュビロ磐田とか、いる選手をリアルに、扱えるんですけど、まあ、海外でいうとね、僕の好きな、バルセロナっていうチームがあったりとか、するんですけど、そのチーム VS 例えば、日本のチームでもやれたりとかするんですけど、僕がやってるのはマイクラブというので、僕のねこれチームなんですけど、僕のチームは、こんな感じになってます。いろんなところにね所属してる、選手がいます。まあ、例えばだけど、じゃあね、選手のね、情報を見せちゃおうかな。ちょっと、選手の情報ね、こういるわけですよ。フランス国籍のバルセロナ、ウンディティですね。これね、ワールドカップでめちゃめちゃ、活躍した、イングランド、の選手、ポルトガルですね。で、リバプール、で、マルセイユとか。ね、こう MD ブルーホワイト、ボルド、トリノ、ベンフィカ、ね、スカイブルー、いろんなこうチームからね選出された選手がいるわけですけど、なぜかっていうとガチャっていうのがあってですね、まあ本来ねガチャっていうのは皆さんね、携帯ゲームとか他にもやってると思うんですけど、ガチャを引いて選手とかこう、まあ、カードとかね、カードゲームとかもありますけど、それでこういいカードを引く、まあ、まさにいい選手を引くっていうのをやってってこうやってるわけなんですけど、一番ねいいボールのね、いいボール、これボールでねランクがこうあるんですけど、プラチナのね、選手っていうのもいるんですけど、ブラックのボール、まあ一人もいないんですよ、一人もいない。そしてまあ、次にいいのはゴールド、ゴールドの選手はねこうディフェンスにいっぱいいますね。であとはシルバーで、シルバーで、ブロンズですね。で、うちのチームは今こんな感じ、うん、こんな感じなんですけど、今回はちょっと待ってね、今回はですね、うちのチーム、まあうちのチームは実はですね、左の表示にあるように、まあ、シュート様っていう名前をつけてるんですけど、日本の、フィールドで、日本のユニフォームでやってます。でも日本の、選手が一人もいないわけですよ。だからねちょっとね、どこかにいないかなということで、ちょっとねなんとかして取りたいわけですよ。だから僕が持ってるスカウトっていうのがあって、スカウトからまあ選手を引いてくることもできるんですけど、ちょっとね日本の選手が引けないかっていう望みでやっていきたいんですが、せっかくだからちょっとお金使っちゃおうかな今回。日本の選手を取りたい、どうしても。でも確率的に低いのかな。今回はお金使って取る、日本の選手を取りたい、取るよ日本の選手か、あるいは、ブラックのボールですね、まあもうプラチナですね、プラチナの選手を取りたい。で、強いチームにしたい、日本の選手が欲しいということで、今回はディフェンスは、ゴールドのボールの選手が多くて、ミッドフィルダーにはいないかな、いないからミッドフィルダーから、取ってきたい。日本の選手でミッドフィルダーのねいい選手結構多いから、ちょっとお金使います。せっかく、前回のね放送の時に、ボックスの中に2万ポイント、GP あったのでちょっと引きます。せっかくだから
お願い、ちょっと日本、何を願えば日本人出ると思う？ジャパニーズ、ジャパニーズ、ジャパニーズ。これ願うしかないよね。でも日本のユニフォーム着てるんだからさ、日本の選手一人ぐらい出てもいいじゃんって俺は思ってるわけ。だからボールのいつもね、これね、大体こう、まあ適当にカウントするか、このブラックのとこでピーンって止めるんだけど、今回はね、日本の選手を願って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 押したいと思います。じゃあジャパニーズを5回言ったら押すね。ジャパニーズ、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 来い。あ、え、あ、日本人かと思った違ったな。でも、ポルトの選手、なんかちょっと日本人寄りな顔してますね、この方。あ、でも実際写真みたいに全然違った。マイクラブのメンバーに追加します。これ1試合やってもう1回やったら日本人の選手出る可能性もあるよね。今マジで日本の選手かと思ったわ一瞬。マジで思わなかった？本当日本人の選手今出たかと思った。でも写真見たら全然違ったわ。さあということで今引いた、選手を、ここにどっちにしようかな。あ、ここに入れます。で試合に出すか出さないかは今迷っている。でもなかなかね、この選手レベルの高い選手なんで入れちゃいます。さあ見てください、監督のトータルコストが272まで来ました。あと8しかありません。8しかないですけど、まだあとはね、ちょっとね、選手のね体力がね少なくなってきている。でもまだ耐える。俺の技術でいけるだろうって思ってるから。よし、これで勝てばおそらくプロフェッショナル普通になるはず。強いまでいきたいな。あの前回ね 5-0 でね勝つことがねできたんでね、今回もねいい感じで勝ちたいです。相手チームがどういうチームかにもよっても左右されます。さあ相手チームを恐る恐る。あ、ディフェンスが弱いな。単純にディフェンスが弱いな。いけるんじゃないか説。ちょっと調子悪いですね。ちょっとこのままいきましょう。すごい向こうのチームのこの選手めちゃくちゃでかいじゃないの。びっくり。キックオフ。今回はアウェー戦なので、スタジアムの設定はできません。ホームだった場合はスタジアム設定できるんで、ホームだった場合は、また設定する。あの気候とかそういうのも。晴れてるね。ご機嫌はいいですよ。アーセナルもね強いチームですからね。さあ相手チームのディフェンスは弱いはず。弱いからいけるはず。あっと、あー絶対これ走らせるんだ。怖い怖い、これで体力なくすから。お、ナイス。お、来た。イエー、もう一回。あ
ナイス。ああ、ファールしてしまったか。キーパー、ああ、まあいいや。まあ、これは大事にいきましょう。こういうので入れられるのすごい嫌なんで。キーパー飛び出しましたけどね、これは当たってないかなと思います。チームメイトスイッチしてしっかりいきましょう。怖い。これで打たれるのが一番怖い。よし、ナイススライディング。逆サイド。来い、ヘディング。うぃー、いいですよ、調子いい調子いい。これね、一人で持ってきたかったんですけど、ひとまず点を入れたいんで、我慢しました。いいよ、これね、持ってきたかったんです。でもね、抜く自信がなかった正直。だから耐えて前に出して、一人前に出して、そこからの中、このボールを中にいたですね、選手にヘディングをさせて、こっちから見た方がいいかな、これ。あー、ギリギリですね。キーパーの技術が高いとおそらく入ってなかった。それでこぼれ球をもう一回入れるかどうか。フリーだぞ。本当に生でサッカーしたくなってきたね。右サイドを上がっていきます。ナイス。中に、あった、無理か。ちょっと詰められてましたね。そこに出してしまった。スペースにちょっと出すスペース間違えましたね。中、いけ。もう一回。耐えたかったな今の。すごくチャンスだったのに。よし、ナイス。せっかく取ったのに、取った後の処理がね、ちょっと僕まだ下手くそっすね。あー、ちょっとね、パスの精度が弱い。あー、やばい、キーパー。よし、キーパーちょっと飛び出させました。
おお、詰めればいける。ナイス。怖い、キーパー、うわー、あ、オフサイドかな今の。オフサイドだと思う、先に出てたと思う。おー、助かりましたね。はい、さっきの助かったね、よかったよかった。ちょっとボールの支配率が低いので、もうちょっと、回せるようにしたいと思います。で、ちょっと選手ね、調子の悪い選手は下げようかな。ちょっとね、体力ないのが気になる。けどちょっと後半戦やっていこう。ちょっとね、前回のね 5-0 の時よりはね、調子がねあんまりかなという感じはあるので、あーちょっと長い、いけ、おーし、今の良かったね。これ相手が落としたとこだね、完全に。反応良かったわ。ここからのもう一回外に落として、中狙って超えちゃったんですね。でも相手にの胸に当たったのをすかさず、ここで冷静に決めましたね、これ。 OK、 マイボール。カチカチ聞こえてます。一回キーパーに下げましょう。おっと、耐えろ耐えろ。絶対縦に来る。ナイス。よし、チャンス、これはチャンスだ。いけ、おーい、打てる。うわ今超かっこいいシュートだったのに。これ入れたかったー、オーバーヘッド。中誰もいないな、ちょっと待つか。わー今のめちゃくちゃ良かったよな。さっきのオーバーヘッドまだ引きずってるよ。うん、
さあね、やっていきましょう。クリア。オフサイドかな。耐えろ。うやばい、これはやばいぞ。よし、一回キーパーに戻して外へパスを出していきましょう。ちょっと厳しかった。ゼロで終わりたいよね、こういうのね。あー、ちょっと厳しかった。危ね。どっちのファウルだ？僕かな？チャンス、これはチャンス。ここ狙いましょう。ここね。OK、来い。落として、いやーちょっとまだ無理かな。振り来い。あー、ちょっと届かなかったか。こっちもね、交代してないんでね、ちょっと交代していこうか。ここでスーパーフォワード使っちゃう。でもね、もったいないんだよね。まだ使えない。そしたらだって、うわ、みんな寝てるぜ。みんな寝てるぜ。もう 寝まくってるぜ。寝てるぜ。これはまずいぜ。寝まくってるぜ。お休みモードじゃん、本当に。やばい、これはもう体力回復させないとまずい。次の試合前には体力回復させますね。これはもうまずい。ナイスナイス。来い、パス。惜しい。おっと、オフサイド。オフサイドだね。ズルね、ズル。オフサイドね。出ちゃうか。ああ、カットできるかと思ったんだけどな。だいたいちょっとボールがね、出るとこって読めるようにこうなるんで。そこに出しちゃった。よし、まだいける、まだいけるよ、まだいけるよ、まだ耐えろ。
お、かっこいいシュートが決まらない。このかっこいいシュートが決まったらめちゃくちゃ本当にめちゃくちゃ大満足なんだけどな。中に入ってこ、中に入ってこ、中に入ってこ。おっしゃ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 、いいよ、いいね、今の切り込みいいね。中に入ってくると思わなかったんだろうね。よっしゃ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 、勝てました。ちょいちょいね、前半とかは危ないシーンもあったんですけど、なんとかね勝てましたね。いやー、コーナーキックやってねえなー、やりたいですねコーナーキック。サッカーの試合中ってすごい声とかって出るじゃないですか、あのパスパスみたいな、ヘイヘイみたいな、なんか車の運転と同じなんでしょうかね。なんか車運転すると人が変わる人っているって言うじゃないですか。なんか急にオラオラするじゃないですけど、僕ね結構ねサッカーの試合中超鬼で、すごい口悪くなるんですよ。それいいことなのか悪いことなのか分かんないですけど、まあ言ったら厳しいのかもしれないですけど、なんかめちゃくちゃ言うようになりますね。なんかお口がちょっと悪くなるかも。あー、このシュート惜しかったな。そう、わりかしねサッカーの試合中はお口悪めというか性格きつめになります。多分皆さんがね聞いたこともないような感じの人になります。普段はそんなことないよ、もう全然本当優しい感じですよ。はい、また勝ちボーナスもらいました。最近勝ち続けてんな、いい感じだな。おっと、ジューコビッチ契約更新します。今は選手が必要です。さあそろそろねみんなの体力がねなくなって、お、プロフェッショナル普通になってます。レベル1個上がってます。中ぐらいかなまで来たのかな、うん、中の中ぐらい。いやー体力ないねー。うーん、まず僕が今日したかったことは日本の選手が欲しいっていう願望だから、もう一回引いちゃう、ちょっと時間置いたからいけそうじゃないって思ってます。日本の選手はねわりかしね強い選手でもゴールドのボールなんですよ。じゃあ例えばこのね候補者リストっていうのがあるんですけど、これまあブラックの選手が多いんでちょっとブラックは今飛ばしますけど、今日本の選手出てくるかな。まあ、やっぱ海外の選手がね多いんで、ほら日本の選手、香川真司ゴールドですね、ゴールド。あとね長谷部選手とかもそうだったんです。まあでもそれはディフェンスなのであれですけど、まあこういうちょっとバーッと今やりましたけど、こういう感じですかね。ディフェンス、あ、ちょっと危ねえ危ねえ、ディフェンスだとまあね強い選手はねセルヒオ・ラモスとかねいますよ。マルセロもそうだし、まあ、日本の選手を、ね、出す目的で今やってます。なかなかね日本の選手は出てこないですけど、ほら、まあ酒井もそうだし、日本の長谷部選手もそうだった記憶があるんですが、
出てきた、出てきてないよね。あとはここで言うとバーッと今やりますからね、ちょっと見にくい。僕ねこれね、あのねマラドーナ本当は欲しいんだよ、だけどね当たる気がしない。いい感じでねバーッと今やってますけど、ほら乾選手とか、岡崎選手いますね。あどうしようかな、どう、こっちの方が出る確率高い気がする、フォワード。ちょっと今人数多かったんで、せっかくだからこっちから引いちゃおうか。じゃあいきますよ、ジャパニーズ、じゃあこれをブラックね、プラチナか日本の選手が引けるようにみんな願ってください。いくよいくよ、ジャパニーズ5回言うからね。ジャパニーズ、ゴー。よし来たか来たか、今見えた時点で違うなって分かったね。海外の選手です、日本の選手そろそろ欲しいな、でも、いい選手なのでもちろん入れておきます。でですよ、やっぱり今僕が思ったのはチーム力めちゃめちゃ大事っていうの分かったじゃないですか。でもちろんねチームのレベルが高い方がいいっていうのも分かったから、一回チームスピリットっていうのはこの右の、95ですね、最大99までなんですけど、チームスピリット重視で自動配置っていうのをやってみる。待って、チーム力重視だったらどうなるかっていうのをちょっと今やってみるね。あこういう感じなんだ、チーム力は若干上がりますね、スピリットは変わらずだとこんな感じになると、まあ、ちょっと変わりましたねだいぶ。でじゃあチームスピリット重視だったらどうなるのか、 OK、 わチーム力ちょっと下がるけど99まで上がるじゃん、ちょっとやってみようか。うん、うん、なんかもう納得みたいな感じだけど、うん。で一回ちょっと怖いんでここに一回入れてちょっと疲労回復しますね。控えの選手疲労回復できたっけな、フィールドの選手だけかもしれないんでフィールドに入れてきます。ちょっと疲労回復を、アイテムは使えないのでコインで支払います。2個しかないんでね、はい全員しました。でこれを戻すと、チーム力っていうのは下がったしトータルコストもちょっと安くはなったんですけど、わあどうしよう、ちょっと待って、チームスピリット上げたけどチーム力も魅力的だな。だってこのやっぱ選手たちがいるっていう強み、あ、分かった、これで戦術トレーニングしたらいいんだ。2個使っちゃうよ、いけ、上がった96、まあ、99まで来ましたけどこれはちょっと我慢する、チーム力ちょっと重視した方がなんか
いいんじゃないか説がちょっと僕の中であったから、ちょっとこれでいくわ。うん、で完璧だよね。他は漏れはないよね。次の試合1個レベルがね、これ上がってるけど勝たなきゃいけないわけだから、これでいけるか。いけるよな俺。慎重になりますここばかりは。これで多分負けたらまた弱いに下がる中の下になるから、下ってなりたくないじゃん。お、ホームゲームだ、ロンドン FC。 ひとまずスタジアムの設定をホームにします。で時間帯は夜、気候は夏、天候はやっぱ晴れの方がいいんだよね。雨だとね、島の長さ今度短いにしてみようかな。短いと長いだとやっぱ違いがあると思うので。おお、向こうもチーム力が高い、そして日本の選手がいる、いいな。今回ちょっと厳しい戦いになりそうです、この感じ。向こうはレベル高いです、なかなかレベルの高い選手も多いですし、こっちの方がレベルが低いかも、なんなら。うん、なんなら低いかも。不利な試合になる可能性もあります。見やすいように白と青でいきたいと思います。わあ、今回の試合は厳しいかもしれないぞ。でもこれ勝たなければ上にはいけない。勝つためには俺の技術がかかっている。イエス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 、やるよやるよ。これを見てくれてる人のためにも俺は勝つからね。よし行くぞ。あー、ボールが飛びやすい、わかったわかった。おー、簡単に取られるね、やっぱり。ちょっとやっぱ1個レベルが上がりました。来い。あー、キーパーうまいな。やっぱ1個2個ね、こう上がりました、やってる感じが。ボールの回しの技術がこう上手くなってるというか。おー、そっちに出すか。あー、誰もいない。逆サイドに行きたい。おー、簡単に取られる、やっぱり。やっぱね、一気に強くなりましたね、この感じ。おっと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 、怖い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 。よし、フリーだぞ、ドフリーだぞ。来い。うー、あー、結構詰めたのにな、いかなかったな。結構厳しい試合になりそうですね、この試合。いけ。うん、どんどん打っていこう。打たないとね、決まらないから、何事も。いけ。
行けっつって操作してるの僕なんだけどね怖い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 。よしナイス。怖いねこれはなかなか。ちょっと無理か、厳しいか。逆サイド、よし行け。耐えろ耐えろ耐えろ、行け。ポストに嫌われる。やっぱ急にね厳しい試合にはなりましたよね。なかなか厳しい試合にはなってますね。あったー、やばい、これはやばいぞ、これはやばい。結構ね急にね僕もねコントローラー握る力がね強くなる試合ですこれ。おっとどこに出してるんだキーパー。ナイス。よしもうカウンターで行くしかないぞ。来い、よし、なんとか1点今入れましたね。なんとかですこれ今の試合。カウンターですよカウンター、完全にこれもうギリギリ。ちょっと巻き戻ししたい。このパス良かったね。この外回転入れてるパスかな。これこのパスね、このパス、これ外アウトサイドですね。アウトサイドで蹴って入れてるボールで、ボールの回転がねやっぱこう外に出ないようにね蹴ってるんで、そこからのですよ、からのいいですねこのアングルからの、中に手を上げてる人がいるからそこに向けて、さあここね、ここね、これね、いいね、よかった入って。でもこのまだ1点っていうのは怖い1点だからね。よしナイス。あーそこに出すな、やっぱねこういうことになると焦るんですが、危ない。中誰もいないから中待つか、落として、うっ、うお、今の見た、今の超かっこいいゴールじゃない。ゴール見てないよこれ。やばいよやばいよ、ヤバ三沢、もうそれ古いか。これヒールで一回落としてからの中入れて、これね一回後ろにあるの気づいて、これをこれかっこいいね、これ最高にかっこいい、これヒールもう一回見よう、このこれヒール
ールゴール。まだ落ち着いてやらないと、これね、自分のミスでね、失敗する場合もあるからね。よし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 。あー、打てなかった。マジ ?2-0 でーす。ひとまず。いいですね。いい感じですね。選手を変えるんだったら体力関係かなとも思うんですけど、ちょっとここ変えていこうかな。あんまり大差なさそうなんで。調子いい感じじゃないですか？気のせい？俺いい感じだと思ってるんだけど。怖い、こういうのが怖い。これが怖い。冷静冷静冷静。よし、キーパーナイス。打て、ちょっとミドル弱かったかな。ん、審判は日本人かな。向こうは交代で日本の選手をまだ入れてないね。いいな、日本の選手欲しいな。お、わー、これ狙えるんだ。ちょっと狙ってみる。やっぱちょっと難しかったか。これで入れれたらめちゃめちゃかっこいいよね。よし、ナイス。怖いよ、こういうボール怖いよ、一番怖いよ。クリアしよう。おー、怖い。これ怖かったね。当たりどころ悪いとそのままボボって、あのボールの軌道が変わるんで。わあ、ああ、ああ、あ、おー、ナイスキーパー。もうキーパー様々、今の。あ、いかん、今のファール取られる、取られるとこだったんじゃない。カウンターでいきましょう。よし、こい、もう一回。ええー、いいぞ、調子がいいぞ。これの、これね、ここからのキーパー弾いた、弾いたところをもう一回押し込め。いいね、もう完全にセーブできてない状態。
おー危ない、やばい、おお絶対来ると思ったこのミドル。これね、ここの落ちたとこのミドル、これね枠内だったら怖いね。まだ66分だからね、相手に点を入れられる可能性っていうのは大だからね。あー取られちゃうかな、ナイス、逆いけ、うーこれでね一発持ってそのまま打てたら一番ベストだなと思って今。よしナイス、よし中誰もいないけどね、ナイス、来たーサディオマネ、やばいぞマネを入れられたら怖いぞ、マネマークしとかないと。うわ、やっぱねちょっとカウンター気味でいかないとね怖いですね。あーお、いけ打て、うーい今こぼれ球だね完全に、もう持ってた多分相手の完全ミスですよこれは。こんな危ないとこでパス回したからだよ、ナイス、こんな危ないパスをよく回したねっていう。これ結構普通の試合だったらね多分お客さんすげえブーイング言うやつですよ、これこれね、相手に渡ったんだけどこれを弾かれ、これでもうフリーじゃないですか、だからもう狙うしかないと思って狙いました、これ。うんナイス、気持ちいいね。ああ。しまいにあった。中に入ってけ。うーミートしなかったね。まあ今のはすごくいい流れだったなとは思います。ミートはしなかったけど、さあ10分切ってます。あやばい、この状況やばい、おーボールは生きてた、あー怖い、やばい、おーファインセーブ、マジでファインセーブ、これめっちゃ抜かれたよね今。コーナー大事にいきましょう、 4-0 のまま終わりたいです。あっショック。ちょっとこれは取れなかったか。悔しい。悔しい。最後にだったら1点入れてやる。って言って入れられれば何でもいいんだけどね。やばい。こうなると調子くるんだよね。あーちょっと無理か、
この1点悔しいな。まあもう1点入っちゃったら変えられないんであれですけど。打て。はい。まあね、ちょっと 4-0 で終わりたかったなっていうのはあるんで、ちょっと悔しい試合ではあったけど、でもまあ4点入れられたし、普通、プロフェッショナルの普通でここまで来れたので、まあ上出来な試合でしょう。でも失点1っていうのはトーナメント戦とかで言うと、すごいなんか後で大きな荷物になってしまうものなんですね。だからここまで来たんだったらゼロで抑えたかったっていうのが、まあ試合としての本音かなっていう感じ。でも今日はよく頑張ったと思う選手たち。僕が監督だったらそうだな、焼肉おごるかな。まあ試合率もいいし、いい試合だったと思います。いい感じですね。やっぱチームのスピリットもやっぱ必要だけど、チーム力っていうのも必要だなっていうのもすごい分かりましたね。なんでチーム力っていうのは大事にしつつ、おっとこれは GP で支払いますよ。チーム力っていうのも大事にしつつやっていかないと、やっぱチームっていうのは勝ってかないなっていうのは分かって、チームスピリットも今上がりましたね。上がったんで、ちょっとね、引き続き、まあチームスピリットを上げたい、そしてチーム力を上げたいっていうのと、ちょっと監督もね考えながら、やっていきたいと思います。ということで、シュートのゲーム実況これにて終了したいと思います。またねー。